はいでは皆さん、今日は遅くの時間に皆さん、お集まりいただきありがとうございます。えー、ローカル海岸の企業カレッジのクロストークイベント第6回目ですね、えー、ローカルプロダクトというカテゴリーで、えー、クラフト酒の道を切り開く、そのチャレンジャー精神に迫るというタイトルで、えー、イベントを楽しんでいければと思います。どうぞよろしくお願いいたしますはいまずですね、今日の流れのご説明をさせていただければと思います。 で、まさに今のこの時間がそうなんですけども、私の方からいろいろご案内をさせていただくオープニングの時間を過ごしていければと思います。で、その後ですね、ゲストお二人からご自身の活動の紹介をしていただく予定です。で、それが終わりましたら、私がファシリテーターとして参加させてもらって、トークセッションを30分ほど楽しんでいく時間をとっております。で、その後、参加されている皆さんから質疑応答の時間もとっておりますので、ぜひチャットの方とかですね、を使ってご質問いただければ嬉しいなというふうに思っております。 はい、で最後、21時20分ほどからクロージングに入りまして、21時半ごろに終了という予定をしておりますが、えっと、21時半以降、22時までの時間ですね、ちょっとアフタータイム的なちょっと交流の時間を取れればと思っておりますので、もし参加される皆さんの中で、お時間を許す方がいたら、ぜひ残っていただいて、ちょっと同じような参加者同士の交流ということもやっていければと思っておりますので、はい、ぜひ興味ある方がいたら、えー、残っていただけると嬉しいなというふうに思っております。 はい。で、今回、その、えー、ズームのイベントということで、えっと、ちょっとぜひ、あの、二つほどご案内できればと思っております。で、一つ目がですね、ぜひ名前の変更っていうことが、えー、皆さん自身で可能になっております。えー、呼ばれたい名前と、あと、ぜひ皆さん、いいる地域ですね、の名前だったりとかに変更いただけると嬉しいなと思います。で、僕だって今、長田、あ、ごめんなさい、長田の名前なんですけども、えー、長田で、今、広島の友野村という町におりまして、まあ、そういったような表記に変えさせてもらっております。はい。そんな感じで、同じ県から、 とかですね、参加しているよという方もいたりするかなと思いますので、はい、ぜひこちら、名前の変更をお願いできると嬉しいなというふうに思っております。はい、でまた、ですねチャットの方をうまく使っていければ嬉しいなというふうに思っております。トークイベントなので、基本的に参加されている皆さん、一方的に聞くという形になると思うんですけども、このチャットを通じてコミュニケーションを取りながら進めていければと思っております。なので、質問だったりとかですね、感想とか、そういったものをぜひチャットの方に投げていただけると嬉しいなというふうに思っております。はい ちょっとこのまま本編に入る前で,です、ね、すぜひこのチャットの練習ということで、今日あのゲストのお二人に聞いてみたいことだったりとか、今日この場に参加した理由ってことをぜひ皆さん今、この場でチャットに打ち込んでいただいてもよろしいでしょうか。全然、ね、一文でもいいし、長文でも構いませんので、ぜひ皆さん、チャットの方にですね、今日この場に参加した理由、 えー、だったりとかあの、ゲストのお二人に聞いてみたいこと、こういうことを期待してきました、みたいなこととかですね、ぜひ、えー、チャットの方に投げていただけると嬉しいなと思っておりますので、ちょっと今から数分ですね、えー、時間取ってみようかなと思いますので、はいぜひ皆さんチャットのご記入をどうぞよろしくお願いいたします。はい。じゃあ少しだけあの待ってみたいと思います。あ、皆さん早くありがとうございます。人の話を聞くのが好きだから、あ いいですね。ありがとうございます。はい。あ、今回、北からの参加ですね。ありがとうございます。はい。いやはすごい濃厚な話は聞けるんじゃないかなと、僕もとても楽しみに、この場に来ております。はい。あ、木助さん、ありがとうございます。お酒の話を聞くのが好きなので参加しました。あ、ありがとうございます。はい。そうですね。今回、クラフト酒っていうところが、あの、大きなテーマとしてあるかなと思いますので、そのあたりの話を、はい、ぜひ聞ければ嬉しいなというふうに思います。 はい、あとうございありがとうございます,あます。ありがとうございます。あ,どうもありがとうございます。あイ、はいね、がとアガベの取りありに興味があります。ありがとうございます、えー。地酒好きなのとものづくりをしているので、クラフトと商品のつながりに興味があります。おお、ありがとうございます。酒かける地域でどれだけ楽しいこと、盛り上がることができるのかお話を聞きたくて参加しましたあ。ありがとうございます。いや、今日なんかやっぱ酒好きが集まっている感じですね。なんかすごい、もうその時にもうめちゃくちゃ共感しているので。 はい。とても楽しい時間、皆さんできるんじゃないかなと、今、すごいワクワクしております。ああ、クラウド先オタク。わあ、嬉しい。あ、酒作りにも興味がある。あ、皆さん素敵ですね。本当にありがとうございます。はい。皆さん、本当にありがとうございます。こんな形で、皆さんチャットの方を自由に使っていただければと思っておりますので、ぜひこんな感じで、チャットの方をぜひどんどん使ってみてほしいなというふうに思います。はい。 今回ですね、あの僕がモデルタを積みさせていただく長田と申します。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。あの簡単に自己紹介させていただければと思うんですけども、えっと、私、今、ことぐらしという会社の代表をやっております。えー、このことぐらしという会社は、今、広島県の友達に昨年ですね、家族で移住して、移住先で立ち上げた会社になっております。でこの会社では、オンラインのコミュニティのマネジメントだったりとか、 あと、移住先で夫婦で古民家のカフェを運営していたりするんですけども、そういった場作り的な事業等もやっているような形になっております。あと、ローカルのプロジェクトだったりとか、ローカルのこういった、なんでしょうね、学びの場作りみたいなこととかにも着手していたりするような会社になっております。はい。なので、ちょっと僕自身もですね、本当、昨年移住して、移住先でいろいろトライしているという状況なので、本当に参加されている皆さんと同じような立場。 実践者の一人としてこの場に来ておりますので、もちろん運営もしつつ、え自身もいろんなまねを持って帰りたいというふうに思いながら、今日この場に来ておりますので、皆さん、どうぞ同じ目線で楽しんでいければというふうに思っております。はい、で今回です、ね、このローカル会議企業カレッジという取り組みの中のトークイベントとして開催をさせていただいております。でこの取り組みは、ね、今年の7月からスタートした取り組みになっております。 でコンセプトとしては、いつかやろうを今から歩もうということで,です、ね、まあ、いつか、今はど会にいるんだけど、いつかローカルに行って、自分でお店持ちたいなとか、自分で会社を起こしていきたいなという思いを持つ人っていうのは、意外といるんじゃないかなと思っていて、僕自身も本当にそんなそのうちの人だったなというふうに思っているんですけども、まあ、そんな皆さんに集まって、えー、じゃあ、ローカルで開業する、起業するというのはどういうことが必要なんだろうとか、そういったことを考えを深めていくような学びの場として、この会事がスタートしました。 でこの場所はですねこのトークイベントだけではなくて、ですね、えー、コミュニティがあったりとか、またあの今月からスクールが始まったりとか、あと福島に行くスタディーツアーがあったりとか、さまざ、あ、まな、えー、コンテンツを用意しております。さまざまなコンテンツを駆使して、皆さん自身の、まあ、一歩につな、えー、げていくような学びを、えー、ここで得ていただけると嬉しいなと思って、さまざまな、えー、活動をやっております。はい で今回トークイベントは全6回開催をしてきまして、えっと、今回で最終日ですね。第6回目になっております。で、これまでは、えっと、第1回目教育だったりとか、第2回目は資格施設だったりとか、えー、3回目は飲食店、4回目は観光ですね。で、5回目はクリエイティブ、で、今回がローカルプロダクトというような様々なカテゴリーで開催をしておきまして、えー、この、 カテゴリーに関係するゲストお二人をお招きして、さまざまな知見を深めていくような場を作ってきました。でこれまでのアーカイブ動画をもし,ご覧したいあ見てみたいよという方がもしいらっしゃいましたら、ぜひスラックのコミュニティの方にご参加いただけると、そこにすべてのアーカイブが、えーさえー、管理されておりますので、そちらから見てみてほしいなというふうに思っております。はい、で今回です、ね、この取り組みがです、ね、この福島十二市町村というところを一つ、冬のテーマとして、えー やっってている活動になっておりますでこの福島12市町村っていうのは何かっていうと、この東日本大震災の中です、ね、被害があったりとか、もう原発事故で、一時的に住めなくなるようなエリアが現れたりとか、それは影響が起こってしまったエリアのことを指しております。で、今はですね、ただそれはすごい空気が変わってきまして、どんどん新しいことをやっていきたいというような、面白い方がどんどん集まっているような地域になっておりまして、そういったところを、これも触れながら、今回の学びをどんどん進めていければというふうにも思っておりいる次第でございます。 でえっと今回のそういったえっと福島住日町村の、えー、企業だったりとかさまな情報はこの未来ワーク福島というウェブページにまとまっておりますのでぜひこちら皆さんご覧いただけると嬉しいなというふうに思いますあ大変失礼いたしましたはいでその未来ワーク福島の中でもえっと企業に関特化した特設サイトっていうこともありますのでえー、特にそういった今回のローカル会話の企業に関心がある方はこちらのページもぜひ見てみてほしいなというふうに思いますはい。 でこの福島12市町村がとても今その、移住して開業起業することに対して、とてもお勧めな理由ということをいくつか僕の方からご紹介させていただければと思います。で1つがです、ね、最大400万円の起業支援金というところがありますと、でなかなかこれ一般的なエリアの起の業支援金だと、大体200万円ぐらいが最大だったりするんですけども、まあ、その倍ぐらいの金額がこの福島12市町村からは支給されるよというところが1つあります。 で、二つ目ですね、まあ、本当新しいことをどんどんやっていこうよっていうような、えー、文化を自分たちで作っていくような人がどんどん集まっていますし、それを受け入れる、まあ、町の、えー、地域の文化っていうものがあるかなというふうに思いますので、そのあたりもとても面白い魅力的なポイントなんじゃないかなというふうに思います。で、三つ目ですね、こういった伝統最先端が融合する攻めた施策ということで、えっ、ー、と、様々な、まあ、なま地域業型の地域用語協力体があったりとか、まあ、ロボット産業がを頑張っているだったりとか、まあ、さまざまな他のエリアでは、えー、まあ、もちろん、えー、 一般的ではないような取り組みをどんどんやっているような街でもあったりするのかなというふうに思います。まあはい、ということで、えー、そういった福島12市町村というフィールドも、えー、見ながら、えー、今回一緒にですね、このロッカルプロダクトというカテゴリーで皆さん一緒に話を深めていければというふうに思っております。 はいじゃあということで、ここから早速ですね、トークの時間に入っていければと思うので、ここからですね、ゲストのお二人、佐藤さんと一美さんに、えー、入ってきてもらえればと思います。お二人ともどうぞ、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろししくお願いしますありがとうございます。はいじゃあですね、えっと、ここからは、えっと、ゲストお二人の活動の紹介ということで、お二人ご自身からそれぞれの活動の紹介をお願いできればと思っております。はい じゃあまずはですね、佐藤さんの方にえっに、と、ご準備をお願いできればと思いますので、一旦僕の方の画面の共有を提示させていただきます。はい、はい。では、佐藤さんご準備、これで映ってますかね。あっ、ばっちり見えております。はい。じゃあ、大丈夫ですかはい。よろしくお願いします。はい。改めまして、よろしくお願いします。皆さん、今日ご参加いただきまして。 ありがとうございます。えっと、発酵場クラフト酒ブルワリーという名前で酒蔵をやってます。佐藤と申します。えっとですね、さっきち,ゃちょっとチャットとかでいろいろ話聞きたいこととかあげていただいてて、お酒の話とかもあったんですけど、ちょっと僕、今日何を注うち迷ったかお酒の話結構すっ飛ばしちゃってるので、この後ちょっと岡住さんにあのたっぷりお酒について語っていただきたいなって思ってるのと、まあ、あと、東京としてしまって。<laughs> トークセッションの時にはあの、そういう話もできたらなと思ってるんですが、今日どっち、と、かっていうと結構こう、企業とか、あのそういった視点での、えっと、お話できたらいいなと思ってます。で、えっと、ちょっと,、えっと、改めましてなんですが、僕らサッカーグラ先ほどやってるっていう話したんですけれども、あの本当にサッカーグラといってもまだまだすごい小さいサッカーグラで、えっと、2つやっている、二つ醸造所を持っているんですが、両方ともあの本当に製造規模としては、えっと、普通のサッカグラさんと比べると、 もう本当に10分ののののとか、まあ、そのぐらいの規模のあの小さな酒蔵ですで僕らが作ってるお酒があのさっきあのタイトルにも入れていただいてたと思うんですけどクラフト酒という、まああ,る、まあ一言で言うとう日本酒の新ジャンルになるような、えっと、お酒を、まあ、今本当にそのジャンルごと岡住さんたちはじめあのいろんな醸造所の方々と一緒に作っているという感じです。 でえっと、僕たちの挑戦をですね、一言でこう表現していくと、垣根をいえた酒造りで、えっと、フロンティアを切り開くということに、えっと、挑戦しております。で、これどういうことかっていうと、あごめんなさい、通した、えっと僕らがですね、今切り開こうと思っているフロ2つのこうフロンティアというものがありまして、それが何かというと、えっと、1つは酒造りという領域におけるフロンティアで、これがまあ先ほどお話ししたこうクラフト酒、 という新しいジャンルでの酒造りなんですが、もう本当にこれもゼロから、えっと、ジャンルを作っていく、まあ、自由な酒造りです。でもう一つのフロンティアが、えっと、地域文化のフロンティアという書き方をさせてもらったんですが、えっと、さっきこう永田さんからご紹介いただいた通りで、僕らはあの福島県の南相馬市の小高という地域と、あと双葉郡の浪江町というです、ね、本当に原発事故で1回人口がゼロになってしまった町。 でそれぞれちょっともう少しお話しするとちょっと本当にここだけなんですけどお酒の話 <laughs> あのクラフト酒ってどういうあのお酒なのかというか、まあ、僕らが何を作っているのかというとですねあのお酒好きの方は、まあ、あのご存知かなと思うんですがどぶろくというその昔農家さんが家で作ってたお酒があるんですけれども、まあ、それのえっと それをですね、ある意味、元にして、あの昔、どぶろくって本当に家で作ってたお酒なのですごい自由なあの作り方をしていて、これ、あの写真写ってるのが当時のレシピ本なんですけれども、あの本当にお米以外の原料も使って、あの自由なお酒作りをしていたというのをもとに、まあ、僕らもフルーツやハーブとかを使って、えー、そういったものをお米と一緒に発酵させて作るというお酒を作っています。 で、えっと、もう一つですね、さっきその地域文化の、えっと、フロンティアを開拓していくっていう話をしたんですが、ちょっと一応前提と話し,してお話しすると、僕らが拠点を置いている南相馬市の小高という町と双葉郡の浪江町という町は両方ともあの原発事故の避難で、一回、人口がゼロになってしまった町ということで。 まあ本当に、なかなかこういったそのでしょうインフラが残った状態で人が一回いなくなってしまって、文化が途絶えていって、本当に世界中探してもほとんどないようなあの有数のフロンティアかなというふうに思ってまして、そこでえと地域文化をもう一度地域の方々と一緒に作り上げていくということにチャレンジをしています。でこういった調整をしていく中で、すごくこう芽生えてきている感覚としては、自分たちがあのた,ただ こう地域で事業をやるというだけではなくて本当にその文化的な産業に携わっているという自覚です。でこれまあどういうことかっていうと、えっと、お酒の文化においてもやっぱりその日本の酒とか発酵っていう美しい文化を、まあ、未来につないでいくという役割であったりやっぱりその地域文化っていうものもあの本当に一回途絶えてしまった脈々と続いてたものっていうのを未来につないでいけるようにと。 いうようなまあ、そういいっっった感覚をを持てて今授業をやっていますでこういう文化的な産業に関わっていてこう気づいたこととしては、まあ、この領域って本当にその時間をかければかける普通の,その,じあの商売と少し違うかなって思ってるのは時間をかければかけるほどこう価値が高まっていく事業というか、まあ、長すごい簡単に言うと長く続けるっていうことにあのそれ自体にすごく意味がある。 あの産業だなので、えっと、発行場としては結構こう意識しているのが、えっと、これすごい冗談みたいなあの数字なんですけれども1,000、まあ、年前とか1,000年後っていうのをあの見据えた視点で事、えっと、業をやるっていうことを、えっと、実はこう、まあ、僕としては本気で意識してやってます。っていうのもやっぱり日本のお酒の文化も で僕らがいる、えー、とこれ相馬藩という書き方をしているんですけど実はこれちょっと話すのがくなっちゃうんですけど僕らがいる地域ってそのお殿様が今現役で、えー、と鎌倉時代ぐらいからです、ね、国替えをせずにずっと殿が現役でいるというすごい特殊な地域でして、まあ、そういった、えー、と相馬藩の地域文化というものも共にこう千年単位で続いてきたもので、でなので僕らとしてすごく考えているのは、次の1000年を作っていく上で、 あのここでゼロから酒蔵をやった身と始めた身としてこう酒蔵1代目としてどうあの振る舞っていくかということを結構考えながら、えっと、授業をやってます。なのであの視点としてはですねめちゃくちゃ超長期視点というか、まあ、そういった視点で、えっと、経営を考えるということをやってるのであんまりこう授業として、まあ、焦りすぎずあの着実にやっていきたいなということを結構大事にしています。 なので、実際、その僕ら逆ぐらえる上で、例えばなんですけど、ファイナンスって書いて、資金調達の面とかでもあの、例えば僕ら結構投資がすごいかかるので、まあ、場合によっては、そのスタートアップ投資という形で、株式でお金調達したりということもあるかなと思うんですけれども、それだとちょっとさす、あの、なんていうんでしょう、事業として急ぎすぎてるから、こう、融資とスタートアップの間のような投資、まあ、これちょっとなんか、ここも話すのなくなっちゃうんで、 あとでトークセッションで深 <laughs> 掘れたらと思うんですけど、まあ、そういったものをあの、J、JR 東日本ローカルスタートアップさんという会社さんから、えー、とちょっと特殊な、えー、と資金調達の形で、えーとごえー、と応援をしていただいたりですとか、あとは例えば、えー、と酒蔵の建築をどう考えていくかというときもあの地域の,その文脈をちゃんと受け継いでいくということを考えたときに、まあ、新築ではなくて、例えば 小高でやっている酒蔵ももともと地元にあった古民家を使わせてもらったり、あとは浪江という浪江町にあるえと酒蔵の方も、浪江町の方がもともと震災の時避難で使っていた仮設住宅の廃材を使ってえ酒蔵を作っています。これあの右の写真が実際にその当時、あその当時といいうかごめんなさい酒蔵をみんなでですね仮設住宅の廃材をもう一回組み、 立て直してえっと酒蔵を作るということをやっている時の写真なんですけど、まあそういった形であの土地の記憶とかまあそういったものもちゃんと受け継いでいくっていう視点を持ちながらえっ、ー、と酒蔵を作っていくということをやっています。であともう一つまあ酒造りもまあ先ほどちょっと話した通りなんですが、ドブロックって本当にあの家で作っていたようなお酒なので文化としてはまあ文献にも残ってないことがほとんどなんですけれどもまあそういった あの本当に昔からやられていたお酒造りっていうの,ののレシピをどう復興していくかとかそういった視点でお酒を作ったりしています。まあ、こんな感じで、えっと、僕らは何、えっと、でしょうすごく長い視点で、えっと、文化的な産業に携わるということをやってるんですがちょっとここから最後、まあ、あのこれからどういうことにチャレンジしていくかということも触れられたらと思います。 これからについては、えっと、僕らはです、ね、あの福島の,その浜通りという僕らがいる地域を自由な酒造りの町へしていくという挑戦をしていこうと思っています。で、これについては今2つあの醸造所を既にやっているんですけれど実はですね、あのもう1つあの今醸造所を作るということをチャレンジしていまして、これ JR さんと一緒にえっと取り組みをさせてもらってるんですけれども、僕らの最寄り駅が無人駅になっているので、 前期と言いつつ、まあ、駅としては現役で生きているので、まあ、ホーム直結の、えー、と醸造所を作るということをやっていて、あのまあ、本当に僕らがいる地域の町中に醸造所がたくさんできて、あの自由な酒造りの文化をこう楽しんでいくというような町にしていきたいなと思っています。まあ、この駅舎はですね、実はそのマーケットも併設したりとか、そういったことも考えているんですが、まあ、とりあえずこうそういった形で人が集まって、 えと醸造であったりとか酒造りの文化を楽しむという空間を作っていこうと思ってます。でもう一つですね、最後にこう自由なその酒造りっていうのを世界の文化にしていくということにもチャレンジしていきたいと思っています。でこれ、去年、あの実まあ、今年も行ってきてたんですが、去年実際にこう視察に行ってきたときの絵なんですが、あの僕らですね、今、ベルギーでえっと醸造所を作ると。 とということも今実は、えー、と準備を進めてておりましてベルギーもです、ね、あの日本の,そのドブロックの文化のようにです、ね、自由なあの各地の製法がたくさん残っている国の一つなので、まあ、そういった、えー、とベルギービールと日本の酒造りの文化をこうつないでいくようなお酒というのを現地で作れたらということを考えています。ちょっとすごい駆け足になっちゃったんですが、まあ、そのような形で垣根を越えた酒造りで、えー、とフロンティアを切り開くと。 いう挑戦をしております。はい、以上です。ありがとうございました。はい、佐藤さん、ありがとうございます。いや、すごい。なんかもう聞きたい話めちゃくちゃありますし。なんか、やっぱ文化って言葉を何度も使えたのがとても印象的で、なんかそのあたりもぜひこの後のトークの時間でいろいろ深掘りさせていただければ嬉しいなと思っております。はい<り>、はい。じゃあ、えっと、続いて、岡住さんの方から、あのー、ご自身の活動紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい。 お願いします。ちょっと待ってくださいね。はい、大丈夫です。で改めまして、稲川ガベのおかずみと申します。よろしくお願いします。で、よくアガベって何って聞かれるんですけど、アガベっていうのがですね。テキーラの原料でして、なんでテキーラの原料が社名になっているかっていうと、うちのかみさんがテキーラが好きなんですね。 で秋田ではテキーラ姉さんというあだ名で親しまれているのがうちのかみさんでして、えー、っとそのかみさんと結婚した時に作った家紋みたいなマークがこのマークになります。稲穂とアガベを模したマークですね。なので、稲とアガベって意味合いとしてはですね、僕とかみさんみたいな意味合いの会社になります。 でそんな僕は今、秋田県の男鹿であのお酒作りやってるんですけど、生まれはあ、秋田には縁もゆかりもなくてですね、福岡県の北九州市っていうところに生まれました。で、大学は神戸大学っていうところで、ベンチャーファイナンスとアントレプレイナーシップを学んでたんですけど、あの大学時代にですね、秋田県の荒政酒造っていうところのお酒をこう飲んでですね、えっ、ー、と、そんな飲んだ居酒屋で非常に感動しまして、あの居酒屋の店主の人に明日電話して荒政に入ろうと思うみたいなことのお話をしたんですよ。 したらですね、その居酒屋の店主の人がですね、アダマサで入り、イアダマサに入りたい男の子が来たっていう,ふうにフェイスブックページに上げてくれて、で、たまたま社長の佐藤祐介さんという方が見ていて、コメントにいいっすよって入ったので、アダマサ飲んで初めてその日になんかアダマサに入ることが入社が決まったというような流れで、お酒ズりの道に入っていったのが今から、えっと、キ年半ぐらい前でですね。えっ、ー、と、 そこから秋田に移住して、えー、と4年半、アラマサで酒造りした後にですね、うん、まあ、お酒造りがめちゃめちゃ楽しかったので、じゃあ自分も酒造りの事業を立ち上げようということで、まあ、3年間準備を経て、えー、と2021年の3月に会社を立ち上げて、その年のえと9月末に免許が下りてですね、10月からお酒造りスタートしているので、今、ちょうど丸2年ぐらい経った、3年目ぐらいの感じの会社になります。 で僕たちがお酒作りしているのがですね、昔の駅の駅舎です。昔の駅の駅舎で、小川駅駅という駅の駅舎をですね、活用して、今お酒作りをやらせてもらってます。で中には1500リッターのタンクが5つ並んでまして、えー、とコージ事ム料もしっかり管理しているなど、まあ、日本酒の酒蔵さん、日本酒を作る機能がしっかりあるんですけど、あの、 普通の酒蔵さんの、まあ、大体10分の1以下の規模になります。でも、クラフト酒のブリワリの中では多分日本最大のブリワリになっていて、まあ、製造量もおそらくうちが一番作ってるかなという感じの会社です。で、まあ、大介君から説明あったようにですね、僕たちもクラフト酒っていうジャンルの酒を作ってるんですけど、まあ、なんでそんなことやってるかっていうとですね、僕自身日本酒学んできたんですけど、日本酒っていうのが完全な新規の産業が認められてないんですね。 で法律上認められてないので、まあ、どっかしら会社を買収すれば入れるんですけど、完全な新規っていうのは、まあ、不可能っていうのが現状です。まあ、法律変えない限り入れませんで。なんか法律変えたいなっていうふうになんか思っちゃったので、今、法律を変えるっていうことも一緒にやってるんですけど、まあ、法律変えるのには時間かかるので、まあ、その他の上道支免許っていう別の免許を活用して、まあ、大輔く君と同じようなクラフト酒っていうのを作らせてもらってます。 えー、と当初はですね、ジャンルがなかったんですけど、ジャンルがないとむちゃくちゃ売りづらくてですね、あのこれって日本酒ですかって100%聞かれるんですよ。で、それを、いやいや違うんですよっていう風な説明をいちいちやらないといけなくてですね。 ここで大変だなって1年間商売して思って、で、同じような酒作ってたのが大輔くんはじめ、全国に7社ぐらいあったんで、まあみんなに大変じゃないですかって聞いたら、口々に大変だっていう風な話をしたので、じゃあジャンル作ろうよということで立ち上がったのが、このクラフト酒っていうジャンルになります。で、1年前ですね、1年半、年と3ヶ月ぐらい前に、 えっと、1年前の6月の末に立ち上がったジャンルで、まあそこから1年とちょっと経ったんですけど、まあ徐々にお酒好きの間では認知が広がってきたかなというふうに思います。まあジャンル作るとですね、非常に商売がしやすくなりましたね。で、クラスト先広めるイベントをやったりですね、いろんなことをやってます。で、まあ僕たちお酒は地域のメディアだと捉えてまして、えっ、ー、と、 小賀っていう町の名刺代わりに日本中、世界中に旅立ってくれる存在だというふうに思ってます。で、お酒って面白いことにですね、そのお酒が美味しかったらその土地に行きたくなるんですよね。でそういった力をお借りしてですね、小賀っていう地域を盛り上げていけたらなというふうに思ってます。ただですね、今現状、小賀っていうところは人口が減っていってあの、コンテンツがどんどん毎年のように減っているので、じゃあないなら作ってやれっていうので、あの ギアだらけでコンテンツが不足しているところに対して、えー、とシャッターを開けていくっていうことを同時並行でやらせてもらってます具体的にはですね、えー、と醸造所とほぼ同時に立ち上げたのが完全予約制のレストラン土と風というもので、えー、と8席限定で1万5 0円ぐらいの単価のレストランを今やっていて、まあ、実際ですねお酒を各地で僕たちのお酒を各地で飲んで美味しかったから大賀に来ましたっていうこの場所をめがけてわざわざ来てくれる人が まあ、月当たり、えー、っと80人から120人ぐらい来てくれるような形になってきました。でまあ、ちっちゃいことなんですけど、ここの建物は冷蔵倉庫にリノベーションして、でこの建物はです、ね、食品加工場に、えー、っと改装しましたでし食品。今年の4月からオープンしたんですけど、ここで何やってるかというとです、ね、廃棄リスクが高い酒粕を活用した、えー、っとマヨネーズ作りみたいなことをやっていて、えーっと まよっていう風に名前を付けさせてもらって、今、全国に販売させてもらってます。で、あと、ラーメン屋をやってまして、今年の8月にラーメン屋を立ち上げたんですけど、まあ、1年前からラーメン屋やりたいなって言ってたらですね、なぜか一風堂さんが手伝ってくれることになって、あの出来上がってきたのが、秋田とか小川の食材を活用した小鹿塩ラーメンっていうものです。で、まあ、こういった形に、えー、っと、リノベーションして、 えとこのラーメン屋目がけて、ですね今、全国から人が集まってきてくれるようになって、まあ、人通りがほぼなかった、駅前なのに人通りほぼないんですけど、まあ、そこのラーメン屋になぜか、お盆とかですね、すごかったんですけど、40人ぐらい並ぶようなラーメン屋になりました。今でもですねオープンから1ヶ月、2ヶ月経ったんですけど、あの毎日一応、あの作ったものは完売するというような状況になっております。 あと、今後やることとしては、この鉄工所改装して、ですね神の上流所を作ったり、ですねこの建物を改装してホテルを作ったり、大体僕が今、町を構想しているのは、この徒歩20分圏内ぐらいの場所なんですけど、この徒歩20分圏内の,おがの中でも船川という町の未来を作るべく、今、一生懸命頑張ってます。あとですねコンテンテツ今 えっと4つ作って、今後もホテル作ったり、上流所を作ったり、スナック作ったり、いろいろ向こう1年でいろいろやるんですけど、コンテンツっていうのは、古いつか古くなるんですよね。生きてる間に古くなって、コンテンツっていうのは廃れていくんですよ。なので、文化を作んないといけないなっていうことで、小川を酒の街にするっていうところを、 まあちょっと話長くなるんで割愛するんですけど、えー、と法律を変えるっていうところとセットで小川の町をお酒の町にしていくっていうことを今構想して、具体的に動き始めているところです。で、まあ、こんなことをやってたらですね、全国から、えー、と今、従業員18人ぐらいですね。 一人で立ち上げた会社なんですけど、2年経って18人ぐらいあの従業員が増えてきて、まあ、この仲間たちをどんどん増やしていって、この街の未来を作りたいなと思っている会社が、井根とアがべです。以上です。はい、ずみさん、ありがとうございました。いやあの、もう、情報量多すぎて、本当にどんどん聞きたいんですけど。<laughs> ちょっと時間も限られているのでこ、こから30分、あのトークの時間を過ごしていければと思っております。はい。ちょっと最初、僕からちょっといくつか質問させていただければと思うんですけども、なんかお二人はもうご自身でそういうあのジャンルを切り開いたりとか、もちろん会社を作ったりどんどんあの、自分の手で道を作っているお二人かなというふうに聞いてごう思ったんですけども、特に一番最初、お二人はその自分で会社を作ったり、自分でそういう授業を作っていくぞという時に、具体的にどういう 感情だったりとか、状況だったりとか、そ最初の一歩のところをちょっとぜひ聞いてみたいなと思うんですけど、そのあたりだと、佐藤さんはいかがでしたか最初の一歩、えっと、<あ>そうですね、ありがとうございます。えっと、めちゃくちゃ僕、多分比較的あの、こんなこと言っちゃって怒られそうですけど、本当軽いノリで始めちゃってるかなって気がしていて、最初は、まあ、軽いノリというか、結構こう、 もう、そうして、こう、なんだろう、いけるんじゃないかって感じで始めちゃったところもあるので、なんて言えばいいんだろうな。まあでもなんかすごく大きかったのが、僕、その会社とか、その自分で授業をやるっていうのを始めたときに、まあ妻と最初、それこそ、あの、スタートしていってるんですけれども、なんかそう、そのときにその、まあ僕、こういうことやろうと思ってるんだよねっていうのを話して、 なんていうんだろう。すぐ、ある意味で共感してくれる仲間が、そうやって身近に至ってる、めちゃくちゃ大きかったなと思っていて、結構その僕らみたいな、そのお酒そもそも多分僕らとか岡住さんが始めた時って、クラフト酒っていうそもそもジャンル、本当になかったので、あの、何て言うんう、人によっては多分、何それみたいな <laughs> <laughs> 感じの反応がほとんどだと思うんですけど、まあそういうのもそうですし、その僕らが今いる地域、 もう本当にあの移住したばっかりの時は、まだ今ほど全然人もいなかったし、そんなところで本当に事業成立するのかっていう場所で始めているので、まあ、本当にそういう意味で言うと、一人じゃなかったっていうところが、その軽いノリである意味やれた <laughs> 理由なのかなって感じはしてます。なるほど、ありがとうございます。その軽いノリで、いやまあ、その奥さんにいろいろコースを話したりとか。 してまあ、いろんな話があったってところがあったと思うんですけど、その次にこ起こしたアクションとしては、どういうアクションだったんですかああ、えー、っと、でもまあ、ひたすら結構人に会いに行った気はしますね。人に本当に話しに行ったというか、うん、会いに行ったっていう感じで、一番最初の方は、すでにこうお酒のジャンルで、僕が起業する段階で、かなり、えー、っと日本酒のスタートアップみたいな。 あの酒蔵に限らず、ちょっとずつこう増えてきている時期で、なので、結構一通りそういった授業やってらっしゃる方には会いに行って話をして、うん、えといろいろまね、あ、させていただいたりとか、勉強させてもらってっていう感じだったので、まあ、普通に気になった人にめちゃくちゃ会いに行くっていうことを <laughs>、うん、やりました。もう、本当、一人ずつって感じで。なるほど。うん、じゃあ、その筋肉、いいく話く中でもいろいろやるべきアクションだったりとか。 まあ、より描くビジョンみたいなことが見えてきて、どん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 つながっていったみたいな。そうですね。はい。なんか僕の場合、それこそ、えっと、自分で酒蔵やるっていうことを決めてから、修行するっていうアクションをしていて、うんうん、で、っていうのも、別に修行することって、酒蔵を自分で開業する上で、絶対必要なわけではないと思うんですね。 でえっと絶対必要ではないけどじゃあ自分が本当に何をやりたいのかっていうのを考えた時に結果的に僕も修行をしたいっていうふうになったのであのしたんですけどなんかそういうその自分がやりたいことをやって実現していく上で必要なプロセス生むべきプロセスが何なのかもすらも分かっていなかったのでなんかいろんな人とそうやってすでに先に授業やってる人と対話するとあこのプロセス僕に必要だなっていうことが。 気づけてきたので、まあ、なんかそういうののためにあのたくさん対応させてもらったとっいう感じですね。うん、ありがとうございます、はい。じゃあちょっと続いて岡住さんにも同じ質問をさせていただければと思んですけど、うんはい、最初の一本の部分、ぜひ聞かせてもらってもよろしいですか僕は多分学生時代から起業することは決めてたんですよね。うん、というのもあんまり社会に馴染めなかったので、小中高大と、あの、 自分が大企業入って、なんか活躍してるみたいな様があが思い描けなかったんで、じゃあ自分で事業やるかぐらいな、結構ネガティブな理由で事業をやりたいなって思ってました。で、まあ、えっ、ー、と、酒蔵やりたいとかで酒蔵に入ったっていうよりは、本当にまさに感動して、なんか、まあ、とりあえず日本酒で起業してみっかみたいな感じ。 まず日本酒で起業するって言っても日本酒ってまあ基本的に、うんとまあ、僕も経営学部にいてしかも神戸の経営学部にいたんでそのね灘、うん、の大きな蔵の現状とか日本酒がいかに斜陽産業であるかみたいなこんなジャンルに行くなんて経営学部出た人間が行く,わ行くべきではないみたいな, <laughs> なんかそういうのは。 あったんですけど、まあ、そんなの一切気にせずにですね、まあ、とりあえず日本酒で生きていこうかなみたいなで一回あの作ることをやってみった経験はおそらく多分どんな事業をやったとしても生きてくるよなぐらいのテンションでまず酒造りしてみようっていう感じで入ったら酒造りは面白かったんでじゃあ自分たちで酒造りする会社作るかみたいなそんな、まあ、ざっくり言うとそんな感じの流れなんですよね。 なので、まあ、企業はすることは決めてたので、まあ、その中で、とりあえず酒造りしてみたら、自分にちょっと向いてたかなみたいな、うんうん、そんな感じですね。なるほど。ありがとうございます。なんかその、具体的あお酒の会社に入って、まあ、実際やってみる中で自分に向いてるかもっていうのを見つけたタイミングで、どういう、その、どういうところから始めたんですか、子供さんの場合。 とりあえずまあ4年半僕の場合は酒作ったんでまあ作ることはある程度できるかなという感じの状態なわけですよ。で、えー、っと、でも作ることができたとしても事業って成り立たないんですよね。はい、作ったものを作る能力と同等以上に売る能力がやっぱ必要なんですよね。事業成り立たさせるには。でもまあそれは多分お金を借りることにもやっぱつながっていく話で やっぱ銀行目線で僕を見た時になんとなし多分こいつは作れるかもしれないけどその酒が作った酒が売れる確証はゼロじゃないですか。うんうん、その,あの作った酒がちゃんと売れるんだよっていうことをいかに示していくかこいつは多分売る能力あるなっていうことをいかに示していくかっていうことが大事だなって思ったのでまず僕アラモス辞めた後に米農家で働いたんですよ。 <で>はい、米農家さんで働いてその農家さんのお米を活用してあの会社立ち上げる前にですね個人事業で委託醸造って形で群馬県の土田酒造さんっていうところにお米持ってってお酒作り自分のブランドを先に立ち上げたんですよねでそのお酒が、まあ、起業した後のブランドコンセプトが同じような形でかつえー、っと なんだ価格帯も同じようなもので、まあ、それがちゃんと売れるっていう実績があれば、まあ、お金も借りられるだろうし、まあ、その後自分が事業をやった後の、まあ、お客さんを捕まえるみたいなことにもつながっていくよねと思ったので、まず先にです、ね、会社立ち上げる前に自分のブランドを作ったっていうのが、うーんネクストステップですかね。なるほどいや。ありがとうございます。なるほど、面白いですね。なんかちょっと ご質問をさせていただければと思うんですけど、ちょっとお二人の,そのプレゼンの中で、やっぱりどちらもできたらその文化って言葉だなって思っていて、でもちろんここまでないろんな方のゲストの話を聞かせてもらったんですけど、まあ、全員が全員文化とか出したかというと、そんなことはなかったなって振り返って思っていて、このお二人はその文化を、なんだろう自分の授の業を通じて文化を作っていくっていう、なんかその意識ってどのあたりが芽生えたのかをちょっと聞いてみたいなって思ったんですけど、 そのあたりだと佐藤さんはいかがですかそうですね、なんかまあさっきの話に通ずるところで、あの本当に僕、まあ、僕、酒蔵やりたいと思ったら、もう単純に飲み手として酒が学生の時すごい好きになって、うん、で、えー、っと、っていうのがまあ一番最初のきっかけなんですけど、その後こう、まあ僕そ僕、石川県の能登地域の方で、えー、っと大学生の時こうインターンみたいな形で。 えと半年ちょっとぐらいこう住み込みで働いたりっていうことがあってそういう時とかにお酒好きなんでその酒蔵さん蔵本さんのところにあの伺わせていただいたりとかみたいなことをこうやっていく中でなんかあのただの酒好きだったんですけどその時に蔵元の人たちがどういう視点であの物作ってるのかっていうのを話聞いた時に自然とほとんどの人がその地域のその ま、あの町の,その、ま、文化の持続可能性だったりとか、まあ、それこそもっと引いた視点その自然とかそういったものをどう守っていくかみたいなこととかをめちゃくちゃ考えてる人があの酒蔵の人に多くてあそういう視点で酒蔵ってあのみんなやってるんだっていうのを、まあ、本当にだからそうやって人に聞く中で、えー、っと気づかせてもらって。 だからなんか自然と、酒蔵ってそう、てうかそれがか、それに憧れて、あの酒蔵よりやりたいって思うようになったので、なんか自然とそういうのに、こう、まあ自分がだからやりたいことがそれだ、それなんだよなっていう感じですね。で、地域の文化に関しても、やっぱ先にこう、なんていうんだろうな、まあ震災後、地元の方々でチャレンジしている、リーダーシップを持ってやっている方々もいらっしゃるので、まあそういった人たちの話を聞く中で、 なん,かなんか一日本人としてこの場所で起きた出来事からの,あの文化的なその復興っていうところはもうめちゃくちゃあの大きなあのテーマだよなっていうふうには強く感じているのでなんか本当にいろんな人に自分がこうやりたい事業をこうぼんやり考える中で対話積み重ねてようやくこう自分がっとやりたい領域が見えてきたのかなっていう感じですね。 なるほど。ありがとうございますいや。なんかその、文化を作るって、なんかいろんな人が使う言葉だとは思うんですけど、なんかピンと来る人には来るけど、ピンと来ない人は、なんか、なんか、すごいいいこと承諾したのはわかるんだけど、文化を作るつまりどういうことなのかみたいなことを感じる人も、まあ、参加者なんかでいらっしゃったりするのかなっていうのはちょっとふと思ったんですけど、なんか、ごめんなさい、抽象的な問いかえ申し訳ないんですけども、佐藤さんなんかその文化を作るっていうのは、つまりどういうことだと考えているんですか えっと、日本酒お酒の方に関しては、まあ、僕はその、えー、っと、なんていうんだろうな、えー、っと、お酒、すぐ誤解を恐れずに言うと、その日本酒というものが伝統文化になっていく、伝統文化というくくりになっていくことをすぐ恐れていて、どっちかっていうと、その日常の、あのまあ、なんていうんだろう、カタカナで言うと、まあ、ポップカルチャーみたいな、日常のその文化であり続ける。 っていうことがすごく大事だな日常の,その暮らしに落ちているっていうことがすごく、うん、あのまあ伝統文化であることも大事だけど日常の暮らしに落ちてるっていうことがすごく大事だなと思っているので例えば何か今冷蔵庫を開けた時にどれだけの人が日本酒が冷蔵庫に入っているだろう <laughs> でもビールは入っているよなみたいなこととか、うん、なんかそういうのもそうですし。 お酒を作ったことがある人、昔はたくさんいたはずだけど、作ったことある人ってどれだけいるんだろうとか、そういうなんか日常に、えっと、もう暮らしの中にどのぐらい落ちているものになるかっていうことをあの意識して、えっとまあ、それができたら、まあ、文化としてもう一回こう取り戻せたのかなっていうふうに、自分の中で思えるのかなと思ってます。うん、いや、よくわかりました。ありがとうございます。 はい、ちょっとじゃあ文化の話もぜひおかずみさんにも聞いてみたいんですけど、その文化っていうものを意識したのはいつぐらいからなのかって話で言うと、いかがでしょうか。<laughs> まあ、なんか、ほとんどの人類がそうだとは思うんですけど、まあ、僕たち多分、今を生きる人間は多分、遠い過去と遠い未来をつなぐ存在だと思うんですよね。であの まあなんか蔵人とかってすごいそれが分かりやすくてですねなんか僕にはやっぱ師匠がいて師匠には師匠がいて師匠,師匠の師匠の師匠もいるわけですよねそれがやっぱ脈々とこう続いてるよなっていうのを酒造りすると結構実感することがあってですね、うん、まあなんかそういうまあ遠いいろんな人たちがビト 名もない蔵人であったり、杜氏さんだったり、まあ、蔵元は結構名前残ってるけど、作り手ってあんまり名前残ってなかったりもするので、まあ、そういった人たちがずっといろんなチャレンジを現場でやってきた結果、今の現代の酒造りがあるって、なんかすごく、あの、なんか、い作ってるとやっぱり意識するポイントなんですよね。だから僕たちもやっぱ遠い未来に向けて何かこう残していくっていうのは、なんか僕たちの。 こう脈々と受け継いできて今食わしてもらってるで作らせてもらってる僕たちの責任なんかなっていうのはやっぱ比べてやってるとすごい思うっていうのがまず一つあったし、はい、あとはですねまあ今現状一生懸命なん僕たちまちづくり的なこともやってるわけなんですけどなんでやってるかっていうとですねまちがなくなっちゃうんですよね。 小川<今>、うん、っていう町が人口2口3000人ぐらいで高齢者の割合50%ト超えていてで出生数とかも、うん、去年58人しか子供生まれてないんで、まあ、僕たちが生きてる間に小川の町がなくなっても全然おかしくないなっていうふうに思ってるんですよで町がなくなっちゃったら今僕3億円ぐらい借金して 建物4つぐらい作ってこれからも作ろうとしてるんですけどあのせっかく作ったものもですね町がなくなりゃあのゴミになっちゃうんですよねでなんかそれは嫌じゃないですか僕が死んだ後天国あるかどうか知らないですけどそうだから街町見下ろした時に僕作ったコンテンツが後世の人たちにとってゴみ扱いされてたらむちゃくちゃ嫌じゃないですか天国でいい酒飲めねえなっていうふうに思っていて、うん であのー、だから街を未来に残す取り組みを、まあ、とにかくやりたいなと思って一生懸命やってるんですね。でも今僕たちが作ってるものって、まあ、コンテンツでしかないんですよで。コンテンツっていつか古くなってるというか、まあ、生きてる間に古くなっちゃうんで今盛り上がっても打ち上げ花火的なところで終わっちゃうっていう意識がですね立ち上げれば立ち上げるほど思うんですよね。うーんなので まあじゃあ何か未来に残っていく柱が必要だなっていうのでまあそういう位置づけとして何かこう文化を残すっていう意識で今動いてる感じですかねうんなるほどありがとうございますいやーなんかすごい面白いなと思っていたんですけどなんかその文化って話とすごいつながるのかなと思ったのがその、まあ、先ほどあの クラフト酒というジャンルを作ったみたいな話を、かずみさんの中にもあったと思うんですけど、ある意味、ジャンルを作るためにその文化を作っていくっていうことにもすごいつながる話かなというふうに思っていて、ジャンルを作るって、つまりどういうことか、なんか多分聞いてる人たちも、うん、ジャンルを作るってさらっと言ったけど、どういうことみたいなコメントがどっかに一個あったなって思ったんですけど、ジャンルを作るってお二人はど,どういうことやってきたんですか、教会とか、ご自身の活動も含めて。ちょっていう聞いてみたいんですけど、いかがですか ジャンルじゃああそうです、ね、まず名前を付けるってことですよね。<laughs> 名前がなかったんで <laughs> あの、名前を付けてあげる。それでようやく世の中にこう認知され始めるんで、名前を付けてあげた。でも,もうそれ以上でもそれ以下でもないかもしれないです。名前を付けてあげることが、なんかジャンルを作ることだったのかもしれないし、あとはこれを育てる作業ですよね。 育てるためには僕たちもやっぱいいお酒作んないといけないからものづくり頑張らないといけないしそれを広める活動も頑張らないといけないしでそれを存続させるまだね立ち上げて1年とか2年とか3みんなそんな程度の会社ばっかりなんであのまあ来年なくなってるかもしれないのでそれはあのジャンルでもなんでもないんでね。 これを存続させるために僕たちは今からあ,のあらゆる経営的な努力もあるし、広めるような努力もあるし、いろんな努力をしていかないとなとで。これが10年先、20年先に、一般の人でもクラフト酒って聞いたら、あクラフト酒ね、あれねっていうふうな頭の中でこう想像つくようなものになったら、それは一つ文化になるのかもしれないし、なんかそんな意識で頑張ってますね。名前つけたのはかなり大きかったよね。すごい。うん あとあれじゃないですか。うん、名前つけて、束になるっていう。束に,、ね、になるのめっちゃ大事だったなと思って <laughs> 結構そのライバルで、その一緒にやらないとかってならずに、<laughs> あの、<laughs> もう本当に最初に、同じジャンルで立ち上がってた、あの、坂倉、本当に前から漏れなく仲間として、束になってスタートしたんで、うん、なんか盛森や、全然、あの、 トータルの製造量とかめちゃくちゃ少ないはずなのに、なんかこう、盛り上がってる感がめっちゃ出るっていう, <laughs> うん。そんな、そんな感じだったのかなと思ってます。確かに。え、その束になったことによって、その、なんだろう、桜区間同士のコミュニケーションも大きく変わったりしたんですかあまあ元々 交流があったっていうのが結構先なのかなって感じはしてて、まあそれこそ岡住さんとかあと、まあ若瀬さんっていう先にこうパイオニアでやってる酒蔵もあるんですけど、まあそういったところとうちと最初三社で、あの何、うん、て言うんだろう、もうそもそもなんか技術的な交流とかも含めて、なんかいろいろコラボしてお酒作ったりみたいなこともやらせてもらってたので、うん。なんか先に結構交流はあって、でそこから あの自然とそういう話になっていったので、うん、なんか、そうですね。なんかもともとだからオープンなあの、みんなカルチャーを共有できてたっていうのはすごい大きいかもしれないですね。うん、ありがとうございます。はい。で、ちょっとですね、あの、2人はせん結構関係性がかなり深いお二人だと思うんですけど、まあ、改めてこの場で、あの、ゲスト同士の一問一答みたいなことをちょっとしてみたいなと。 <laughs> ですね、なんで、佐藤さんからおかずみさんに対して改めて聞いてみたいこと。岡おかずみさんから佐藤さんに対して改めて聞いてみたいことを、ちょっとお互い一問ずつ投げ合えるといいなというふうに思ってるんですけど、じゃあよかったら先に佐藤さんからおかずみさんに一問。あ、いいですか,いいですか僕、ちょっと聞きたいことちょうどあったんですけどあの、さっきまあ、結婚の出会いも気になるなと思ってコメントしたんですけど、まあ、それは <laughs> 一旦ちょっと置いといて <laughs>、えっと、<laughs> 真面目な話として、えー、とそのさっきの束になるって話で、えー、と結構今僕らの、えー、と福島の今僕がいる地域とかって結構その町づくりという視点においては、いろんなプレイヤーが集まってきていて、こう束になって,ってっていうことが、町という単位であの結構やれ始める状況になってきてるなって感じてるんですけど、小川の,の今のリアルな状況として、結構岡住さんがもう、岡住さんというか、稲田アガベがめちゃくちゃ頑張って。 いろいろ授業立ち上げてるなってイメージはあるんですけど、結構でもそれも、あの、まあ、横の連帯というか、束になるようなプレイヤーの方々も出てきて、すごいその街づくり的にもそういうふうないい流れが生まれ始めてるのかとかっていうところをちょっと聞きたいなと思いました。そうですね。で、言うと、実は僕たちがこう立ち上げる前に、 すでにちょっと街づくり的な動きはあったんですよね。うん、で、えっ、ー、と、地元のお肉屋さんと、服屋さんと、コーヒー屋さんがこう、連携してですね、あの、空き家を、ヤモリ社みたいな立ち上げて、空き物件を活用して、ちょっとコンテンツ作るろうみたいな動きが僕たちが来る前にあってで、そこで出来上がってきたおしゃれなカフェがまずあったりとか、で まあなんかその地元をなんか盛り上げたいっていう僕よりちょっと上の世代のお兄さん方が頑張ってきたみたいなところも実はあってそういう動きがあったからこそ僕はなんか小川に惹かれたのかなっていうのはまずありますと。で、まあ、ただその後むちゃむちゃ大きな動きになってるかっていうとそこまではなってない中で まあ次の一手みたいなところで、なんか僕がちょうどハマってきて、で、僕はなんかがむしゃらにとにかくやってるっていうのがこの2年ぐらいの感じですね。で、僕も、あの、やっぱりその、僕一人でね、やっててもしょうがないなっていうのはすごい思ってるんで、ただやっぱりその、小川っていう町で事業やりたいっていう魅力的な町にまずするっていうところまでは一生懸命頑張りたいなって思っていて、えっ、ー、と、今ね、本当に、 まあよく僕も先輩の経営者とかから、おかずみはなんか自分が10年とか15年とかかけてやったことを2年でやり上がってみたこと言われるんですけど、まあ、そのスピード感をむちゃむちゃ意識していて、で、まあ3年ぐらいで街にコンテンツが10個ぐらいできたら、なんだこの街って中の人も外の人も絶対思うと思っていて、 まあそういうなんか極端なことをやれるプレイヤーみたいな存在にまず僕がなろうかなって思って今一生懸命やってます。極端なことやったらですね、やっぱりあのいろんな人が気にしてくれるんですよね。でそのまあ既にまあいろんな人が気にしてくれてこういう場にも呼んでくれてもらったりとかまあなぜか一風ロさんとかがこう手伝ってくれたりとかやっぱりなんかそういう動きになってきてるので、まあ、今は協力者 をととにかく集めててそれでタバ感が出てるとで今後は新しいプレイヤーみたいな僕たちのが作った礎の上に何か新しいプレイヤーがあの来てくれるようなムーブをしたいなっていうので、まあ、次1年の動きはなんかそんな動きをしていきたいなと思ってて例えばマルシェをやってなんかあのチャレンジャーがマルシェで一回チャレンジしてもらって芽が出そうだったらなんか 後押しして、あの開業に持っていくみたいな動きを次はやりたいなと思ってて、で、まあ今年はなんかそういうマジを定期開催したいなと思ってます。うん、ありがとうございます。ちょっと,あともう一個聞きたいこと出てきちゃったんですけど、<laughs> 一旦 <laughs> 一旦ちょっと諦めます。<laughs> 聞いてもいいですか <laughs> いいですかはい。あの、そう、今のお話。 ちょっとそれちゃうところなもあるんですけど、うん、その資金調達的な、あまあ今日、企業のその話でもあるかなと思っててうんですけど、資金調達的なところもすごい気になっていて、岡住、うん、さんって今、まあ2、3億ぐらい、あの公表してると思うので大丈夫と思うんですけど、2、3億ぐらい、こうあ3億ああ、3億、あの、融資、あの、借りていて、もそうするとほぼ限界じゃないですか、その、うんうん、で、な、あの、そうなんだよ、借りるっていう観点での調達は結構、こう、なんて言ったら、うん、しんどくなってくる、うん、ってなったときに、次のその、 授業その次の授業みたいなぐらいの時に、うん、もうあの他のそのお金の調達の仕方も視野に入ってくるのかなと思っててなんかそこら辺って今どう見据えてるのかなっていうのが気になりましたなんか案外もうちょっと借りれそうであの <laughs> すごいね <laughs> さ <laughs> ゆっくり計算すると、もう3億ぐらいは借りれそうで、上流所とホテルまでは、一応なんか大きな補助金が通ればって前提なんですけど、借りれる役までついたっていう感じですね。でも,もそれ以降は無理っす。で、まあ今同時で、やっぱり今、借金も多いんで、まあ状況としては債務超過の状況なので、債務超過だとね、いろんなこう、例えば新しく免許取るとかもしにくく、しに できない状態になっているので、酒、ま、造、あ、まあ免許の話なんですけどあの、債務超過だと無理なんですよあの。それを解消するっていう意味合いも含めて、ちょっと実は今、あの株式での調達っていうところも視野に入れて動いていて、まあ、今年来年、まあ、来年中にはちょっとあの調達したい、株式での調達もしたいなっていうので、実はいろ,いろんな人たちと今、お話ししている状況です、ね。うん でまあ、それを使って、うん、まあ採用をしたりとか、<laughs> うんうん、なんかちょっと次のステップあの、やっぱクラフト酒の一般知名度みたいなところを上げるには、多少やっぱお金使った広報みたいなこともやらないといけないのかもしれないなとかも思ってるし、まあ、そういうところをこうつなより大きな,なんか動きができるような資金的な余剰が欲しいなと思って、なんか今、株式での調達を仕上げてです。うん はい、ありがとうございます。永遠に止まらなそうなので、お持ちし,します。ありがとうございます。はい。じゃあ、今度は逆転して、和みさんから佐藤さんに質問があればお願いします。いや、なんか、どうだろうな。なんか、何聞けば楽しいかな。<laughs> でもこと、すげえなってやっぱ思うのが、今年2個酒蔵作るんだよな。 もう多分1年の間に2個酒蔵作った人間も史上初なんじゃないかなって思ってるんだけどあ確かにちょっとじゃあ 1>,、うん、1年以内をちゃんと目指した方がいいですね <laughs> <laughs> そういう視点で本当すごいなって思っていて僕の場合は今従業員18人ぐらいいてというか人を先行して雇って で今、なんとかかんとか頑張ってるところがあって、まあ、あの右腕みたいな存在の CFO のサイトっていうのもいて、あのその斉藤さんがいるからこそ、なんか僕たちはなんか、まあ、言ったら俺らも今年新規事業2つ立ち上げたんだけど、加工所とラーメン屋立ち上げたから結構大変なことやってるんだけど、斉藤さんがいなかったら100%無理だったんだけど、 発酵があって作りがなんか3人ぐらいで、候補の女の子がいて、かみさんとたいすけくんぐらいなのにあのよくやってんなと思うんだけど、どう, <laughs> <laughs> どうしても、ね、寝てる。いや、なんか、いや寝てます。<laughs> あ<の> <laughs> うちにいる本当に他のメンバーが優秀なので、<あ>結構こう、権限以上というか、その本当に あの任せるっていうのはすごくやれているのかなっていうのはあってお酒造りも、まあ、もちろん僕も今もあの関わってるんですけどちょっとずつこう任せられる領域がかなり増えてきていたりとかだから結構経営的な部分に集中できてはいるんですけどあのでも岡住さんも多分同じ状況だと思うんですけど結構今もう本当に事業を23個 あのやるってなると単純にもうあのパンパン <laughs> パンパンなのだなっていうのはあるので <laughs> あの絶賛今あの募集というかその右腕は欲しいなと思ってあの募集はしてます。はい、基本全プロジェクトマネジメントを大輔君がやってるみたいなイメージですか <laughs> その大きいそうですねじ新しい事業みたいなのは基本僕が今やっていてでもなんかそうかと思えば あのもちろん酒造りの現場もそうですし細かい何て言うんだろういろいろ雑務も <laughs> やるのでまあそうですねようやくでも僕らもあの2つ目の醸造所できてかずみさんのところと、まあ、同じぐらいお酒作れるようになるのでそうするとこう何て言うんだろうもう,もうちょっとその人も仲間も増やせるしあのようやくちょっと余裕出てくるかなっていう感じですね。 こんな中ベルギーもこういろいろこう進出しようとしてると思うんだけど。前だっいこの間ベルギー行ってきたんだよね。2>, 2週間、はい、週間ぐらい行ってきました。めっちゃ、あの、もう行ける可能性しか感じませんでした。なんか結構やっぱいろいろ行くと出会いがすごいあるので、あのー、場所としてやれそうな場所もそうですし、こう応援してくれる。 方も含めてなんかやっぱりヨーロッパの方だと日本の文化とか日本酒とか本当に注目してる人は多いけど実際に実践する人がいなすぎるのでその圧倒的に言ったら日本好きな方々の応援の, <laughs> あの集まり方がやっぱ日本の日じゃないので, <laughs> でしかも本当にあの本当に愛情深い方が多いのでなんかそういう意味ではあの もちろん今回なんかテーマ的にローカルでって話もあると思うんですけど、なんかそういう海外でも、あの、なんていうんだろうな、評価してもらえそうな領域であれば、もう絶対的に早く出た方がいいなっていう気がしました。うん。そっか。とりあえず時間的にはこんなもんすいません。はい。<laughs> はい、ありがとうございます。おいはい。 じゃあですね、えっと、残り17分、15分ぐらいの時間に迫ってきているので、ここからちょっとメンあ参加者の皆さんから質問をいただいて質疑応答の時間を過ごしていければと思っておりますので、えっと、参加されている皆さん、ぜひあのチャットの方ですね、あのお二人に聞いてみたいということがあれば、ぜひ投げていただければ嬉しいなと思います。すでに一つ、えっと、質問が来ております。えー、エミリスさんでいいのかな、はいえっと か佐藤さんの今一番の経営課題を聞いてみたいです。ということなんですけども、経営課題をぜひ教えてほしいんですが、じゃあ、岡みさんからいいでしょうか、えっと。やっぱりなんか、結構みんな言うんですけど、なんか20人の壁みたいなのがあって、なんか20人ぐらいになってくると、急になんか今までこう、 仲間間で勢いでやってきたチームが、なんか崩壊しつつあるんですよね。なんか、事業所も4つぐらいあるから、毎日みんな顔合わせてたのが、顔合わせない人もこう出てきたりとかして、なんか、あの、変な噂話がこう、<ー> <laughs> 巻き込まれたというか <laughs>。で、まあ、 ほぼ全部僕がマネージメント、一人マネージャーで全部指示出してやってたみたいなところから、さすがに4事業所を全部見ることができなくなって、かつ僕も出張でいないみたいになると、やっぱこう、なんか従業員がローテーションにどんどんこうなっていくんですよね。いかにこう、待遇良くて休みもあって、楽しい事業体でいたとしても、やっぱこう、不平不満みたいなこ,うことが今上がって生きていて、 もともとはなんかフラットな組織でね、あの全部オールフル,フルフラットで組織やりたいなって思っていて、上下関係とかも僕嫌だし、なんかそういうのが嫌で事業、なんか自分で企業やってるのに、なんかそれを従業員に強いるのも嫌だったんで、なんか僕以外全部フルフラットな組織でやりたいなって思ってたけど、20人近くなってくると、ああ、無理なんだって思いました。<laughs> でちゃんとこうあの責任者みたいなのを立てて、なんかマネジメント層みたいなのを育ててで、入ってきた人たちをちゃんと教えて、モチベートして育てていくみたいな、やっぱ組織を作っていかないと、まあ、今後ふ、もっと増える予定なので、増えた時に崩壊するよねっていうふうなところを今、思っていて、まあ、ちゃんと今、手当てしようっていうところ手当てしなければなというか。まあ まあ今,期今期ちゃんと手当てしないと、なんか辞める人も出てくるかもしれないなっていうふうに思ってるのが今、最大の経営課題です、ね。ありがとうございます。はい、経営課題の分、<え>佐藤さんはめちゃくちゃリアルな課題です、ね。<laughs> <laughs> すごい。まあでも、あの、すごい勉強になります。僕らはそうですね。えー、うーん、まあ、 えっと、今まだ組織的には、あの、本当に僕らはどっちかっていうと、今年で、えっと、ようやくこう、現場で働くスタッフとしスタッフというか、現場で集まってるメンバーとしては7人とかそういう規模なので、まだなんかある意味で、こう、家族的な規模なのかなって思っていて、なんかそこは、あの、安心してる部分もなくはないんですけど、 えっと、そうですね経過台的には、まあ、一番はう、まあ、嬉しい悲鳴でもあるんですけどやりたい事業というかその、まあ、駅舎でそうやって場所を作ろうとしてたりベルギーでやろうとかもあるんですけどこうやってやってるとその自分たちが最初からやろうと思ってたそういう事業だけじゃなくてあのそれ以外のこうなんかいただくお話みたいな。 ももものも結構おかずみさんもると思っていていそういうのを頂い,いた時にめちゃくちゃやりたい共感してるって思ってても全然手,手が出せる余裕がないっていうなんかその,あのすごい悔しさみたいなのが結構直面することが多くてなんかなんて言うんだろうな自分たちだけで精一杯状態が、えっと、結構もどかしいなっていうのが今の本当にすごい正直な 課題で例えばクラフト酒の業界盛り上げようよっていう風になった時にもあの何て言うんだろうもっと多分いろいろいろんな地域でイベント仕掛けたりとか何かいろいろプロモーションみんなで頑張ってやったりみたいなところに自分たちのリソース持ち出してやりたいけどそこに対して全然貢献しきれないとか何かまあいろいろこま何でもあるんですけどなんかほんと自分たちだけで精一杯だなっていうこう 悔しさがあるので、うん、まあ本当に右腕頂戴御手って感じですね。<laughs> <laughs> ぜひ参加者の方でいい方いたらぜひ佐藤さんに連絡してみてはいかがでしょうか。はい。じゃあ続いてまた質問なのでいかせていただきます。えっと東明さんですね。えっと自分たちの特徴や個性を出そうと意識していますか。あるいは地域とクラフトを意識していると自然と特徴が出てくるのでしょうか。 あ自分のプロダクトの個性の出し方みたいな感じですかね。このあたり、もし意識されていることだったりがあれば、ぜひお二人から話しければと思うんですが、じゃちょっとこれは佐藤さんから聞いてみてもいいですかはい。そうですね。あんまり個性出そうというか、個人的にはあの僕、その比べられることがすごく苦手というか、競争することが苦手というか、あのそういうタイプの。あの 競争が得意なタイプの属性じゃないのでどちらかというとなんか誰もいないところに行きたいみたいな感じの, <laughs> あのタイプなので、まあ、それこそ授業やってる場所もそうですし今取り組んでるそのクラフト酒っていう領域も含めなんかある意味でその、まあ、他の人がやらないかもしれないけど自分としてはすごくやりたいこと。 みたいなこと,ところに身を置けば自然とそのなんていうんだろう自然とまあ目立つというかこうなんていうんだろう誰かの目に留まるようなものになるのかなっていうふうに思っているので基本的になんかそうですね競争にならないステージに行こうとしてるっていうのが、うん、あの考えてることですかね、うん、なるほどありがとうございます かかさんもいかがでしょうかそうですね、まあよく話す話で、ちょっと今の質問にかすめたような話をさせてもらう感じで話すと、えー、っとですね、まあ、日本酒ってやっぱなんか結構ものづくりとして確一的になりがちな部分があって、うんと。 なんかこういうお酒作りたいっていうところの方法論が結構確立されてるんでこんなお酒作りたいってなった時にじゃあこの酵母使えばいいねとかこの麹菌で使えばいいねとか、まあ、こんなしぼ作りすればいいねっていうのをこう組み合わせれば大体こうみんなね技術的にはあの、まあ、教科書もしっかりしてるし、まあ、日本人真面目なんでね技術がしっかり。 こう積み上がってきた技術がけ、研算された技術があるので、まあ、どうしてもなんかそこをこう目指していけるんですよね。な,なので、市場でこういう酒はやりましたってなると、みんなある程度そこをこう真面目なんで目指しちゃうみたいなところがあって、結構なんか没個性になりがちなのがこう日本酒みたいなところがある,あるんですよね。で、まあ、よく僕の師匠がですね、なんか選択肢の奴隷になるなって言っていて、うんと、 なんか選択肢が無限にあるとですね、結構実は確率的なものづくりにつながるんじゃないかということをこ,れこの言葉を指していて、うんと、というのも、例えば日本酒の場合は、 こういうリンゴみたいな香りのする酒を作りたいってなるとですねあの、もうこの酵母使えばいいとか、この麹菌使えばいいとか、もうある程度もこう選択肢がね、無限にあるんですけど、実はですね、一個にこう集中しちゃうみたいなところがあって、まあ、昔なんか、かんぴょう会っていうものにお酒のコンテストがあるんですけど、そこに勝つには YK35 って言って、山田で9号酵母で、山田錦っていう米で9号っていう酵母で、 35%まで磨けば、あの、環評会で通るよみたいな、なんか、そういうようなことになってしまうんですよね。無限に選択肢あるはずなのに、なんか、目指すべき一個があると、全部なんかそこに集中しちゃうというか、まあ、それをこういうような状況を指して、選択肢の奴隷になるなって、僕の師匠は言ってたんですけど、僕の働いてたアダマサっていうのはですね、あの、あえて制約があったんですよ。 制約があるからこそ自由なものづくりにつながるっていうのが、まあ僕の仕様をよく言っていて。で、えー、っと、アダマサの場合はですね、六号酵母っていう地味な酵母しか使わない、全部純米酒ってお米だけしか使わない、お米だけの酒づくりをやる。で、秋田県産の地味な米しか使わない。で、あとは木本づくりって江戸時代に確立された古い手法しか使わない。今はもう木おしか使わないみたいな。 まあ僕がいたときにどんどんこういう制約がこう生まれていったんですよね。制約があるとですね、あの例えば六五酵ってむちゃむちゃ地味な酵母なんで、普通に酒造りしても美味しくならないんですよ。だけど美味しくないと市場では受け入れられないんで、この枠の制約の中でむちゃむちゃ工夫がしないとおいし,しいもの生まれないんですよね。この中であのできてくるこのあらゆる工夫っていうのが、 実は他の酒蔵さんんんが取取ってなななないいい手法ととかを取らないと美味しくなんないんですよね。こういうやっぱ制約があってその中で工夫するからゆえにこの酒蔵唯一の技術になってかつその蔵の個性になっていくっていうのが僕がいたアラマサの状態だったのかなと思っててなので教科書にはないようなことをアラマサの中では日々毎日実験したりやって。 で実践した結果分かったことが美味しいお酒になっていくみたいなところで僕も成長させてもらったんで、まあ、僕も実はあえて製薬を作るっていうことをやってます。でそれがですねあのお米をあまり磨かないっていうことでして、まあ、通常お米をこう磨くことによって銀上酒とか大銀上酒とかなっていくんですけど、まあ、僕たちはあまりお米を磨かずにお酒作りをするっていうことをやることによって、まあ、お米磨かないと。 通常はそれなりのお酒になっちゃうのを、じゃあ工夫しておいしくしていく、まあ、それが僕たちの個性になっていくみたいな考え方で、あえて制約を作っています、うん。ありがとうございます。ちょっとたくさん質問をているので、どんどんあの回していければと思うのですが、えっと、井上さんからのご質問ですね、えっと、クラフト酒の認知度が低い中、立ち上げ当初の販路開拓はどのようにされましたか っていうところですね。これ多分、先に限らず、いろんなローカルプロダクトにおいても言えることかなとは思ったりもするので、そのお二人の実態を聞いてみたいなと思うんですが、佐藤さんはこの辺りだと、いかがでしたでしょうかそうですね。多分、岡住さんと僕で一番違うのは、なんかこう、僕、最初からこう酒蔵、なんかこう、作っちゃったんですよね。で、だから、なんていうの、自分のブランドを作ってみたいなこととかを経ずに、 いきなりこう酒蔵作るみたいなことをやってしまったので、まあ、本当に反論ないなみたいな <laughs> 感じだったんですけど、えっと、そうですね。まあでも本当に、あの、最初はきっと多分、今まで自分が人生で関わっていただいた方々、 とか、まあ、本当にその、まあそもそも自分とか、その自分の妻とか、一緒にやってる仲間に共感してくれてるような人たちに、ま,あ、まずはちゃんとどういう思いで授業やってるのかを伝えるっていうことをちゃんと丁寧にやるっていうことを意識してたですね。うん、なので、えっともう本当にただただ SNS とかで、あのどういう思いでこれをやっていて、でどういうお酒を作ろうとしていてみたいなことを、あの 垂れ流すところからスタートして、でそれでまあクラウドファンディングでそういった知り合いの方々が半分、半分ぐらい知り合いの人だったんじゃないかなと思うんですけど、半分ぐらい知り合いの方、で半分ぐらいようやくこう新規の,、えー、の方も買ってくださるようなクラウドファンディングを一番最初にやって、でまあ、そこからようやくこうクラウドファンディングとかで結構僕らはありがたく幕開けさんで、その年のその 年間のアワードでも表彰していただけるぐらい、あの結構、こう、何て言うんだろう、多くの方にご支援いただいたっていうのもあって、なんかそこから、まあ、それこそ、ある意味、芋づる式でというか、メディアの,あの、そういう盛り上がってる感が出たので、メディアの方取り上げてくださって、そうするとあの、また新しい方に知っていただけてっていう連鎖が生まれていったのかなと思っているので、まあ、本当に最初は、あの、 身近な人にいかに事業にも共感してもらうかというかあの、人としてもちろん付き合ってもらってるのを超えて、あの自分たちの事業とかお酒っていうものにも共感してもらえるかっていうところを、まあ、ちゃんとあの、ちゃんとやったっていうところかなと思ってます。なるほど。ありがとうございます。じゃ反木開拓に関しては、岡住さんはいかがですかそうですね。なんかまあ、パッチ まあ、プレゼンでもちょっと話したのかな。さっき話の中でちょっと話したのかな。なんかまあ、話したとは思うんですけど、あの、ただ会社を作る前にいかにお客さんを作るかみたいな視点で、まずお客さんを作っていったって感じですよね。プロダクトが売れる確証もないのに会社作るって、あの正直頭が悪いと僕は思ってるので <laughs>、 あのまず商品歩きでいい商品作ってるんだからって言ってこれを作ったら絶対売れるはずだなんてことは絶対ないのであの会社立ち上げの前にまずお客さんを作りました。でどうやったかっていうと、まあ、委託醸造という形であの土田酒造さんでお酒作りをこうやらせてもらって、まあ、それを販売するっていうところからスタートしたんですけど、まあ、最初は SNS で発信で まあ全部あの、お酒ができる前に予約で完売したんですよね。800本ぐらいだったかな。で、えっ、ー、と、その後ですね、実際自分たちが、えー、と会社を作った後の一番のお客さんになるのって、個人のお客さんじゃなくて、主販店さんになるわけですよね。で、えー、と800本作った後、言ったら、 個人のお客さんにそのまま売った方が利益としては僕たちの手元に残るんですけど、あえて2回目やっても3回目やっても、絶対800本ぐらいだったらずっと売れ続けるんで、僕の小遣い稼ぎには全部個人のお客さんに売るっていうのが一番良かったんですけど、あのその後会社立ち上げたとこ,ことを見据えて、まあ2回目、計4回やってたんですけど、2回目は全量を主販店さんに戻すっていうことから、実はスタートしてるんですよね。 でそこで最初二十何件ぐらい酒屋さんが、えー、と問い合わせてくれて、まあ、そこにおろすして一瞬で完売するっていうところが2回目でやって、まあ、3回目はもっと数増やしてです、ね、2000本ぐらい作ったんですけど同じようなスタイルで即完売したんですよで、まあ、そういうことをしてるとですね会社立ち上げる前にです、ね、100件から200件ぐらい酒屋さんから問い合わせ来て立ち上げたらぜひ扱わせてほしいみたいなところからスタートしたんで まあ最初の初年度は、あの売りには全く困らなかったですね。うん。ありがとうございます。ちょっと続けばですね、あっという間の時間が来てしまいました。あのたくさん質問いただいたんですが全部あの取り上げられて申し訳なかったです。はい。最後ですね、えっと、ぜひ佐藤さん、岡住さんからですね、これからローカルで何かできたいんだと思う皆さんに対して、ぜひ何かメッセージをいただければと思うんですけども、じゃあ先に佐藤さんからよろしいでしょうか。 はいいありがとうございます,そうです、まあ、まだ全然本当にあの僕も会社作って3年ちょっと経ったぐらいなんで全然あの本当に吹けば飛ぶような会社なんであの偉そうなことも何も言えないんですがあのそうですね、まあ、さっきの岡住のさんの話すごい何て言うんだろう共感するなって思ったのはなんかやっぱりあのとにかく あのお客さん作るというか、そのまあ、共感して自分たちのプロダクトをあの買いたい。まあ、買いたいというか、まあ、実際に買ってくれる。多分、買いたいって言ってくれるのと、実際買ってくれるのも全然違うと思うんですけど、その実際買ってくれる人がいるっていう状態を、まあ、もしプロダクトを作るっていうことを考えていらっしゃるのであれば、早く、そこに早く、いち早くチャレンジするっていうことがすごく大事かなと思ってるので、なんか、 それこそちょっと僕ら一緒に仲良い,いヨシコーラの,あの小林、ヨシコーラっていうそのブランドやってる小林さんという方もそうなんですけど、彼はもう最初、自分で、なんていうの、家でコツコツ作ってたレシピのコーラを周りの友人に、えっと、買ってもらうというか、飲んでもらうっていうところからスタートしたりとかしていて、うん、まあ本当にそういうことなのかなと思っているので、なんか、あの授業をやるっていう気概でやるっていうのはもちろん大事なんですけど、まあ、単純にまず、 自分が作って届けたいっていうものを身近な人にあの消費してもらうっていう体験の積み重ねが大事かなと思っているので、ぜ、ま、ひ、あ、そういった一歩を一緒にまあ積み上げていけたらいいなと思っています、はい。今日はありがとうございました。はい、佐藤さんありがとうございます。では、岡住さんもお願いします。そうですね、なんかノーカル企業みたいなところっていうと、 うんと結構なんかローカルの企業ってサービス業起点がなんか発想として多いのかなって思っていて、まあ、宿作ったり飲食店作ったりとかはあると思うんですけどやっぱ結構ですねあのそういうのが起点だとちょっと広がりを生むのが大変なのかなっていうような,なのは感覚的に思っていて で僕も大くんもやっぱものづくりがまず起点にあるっていうところがなんかそれがそのままなんかローカルを伝えるあの名刺にもなるしなんかものづくりスタートのなんかローカル企業地域の盛り上げみたいなところってなんかすごいいいんじゃないかなって2年間やって思ってるところですでプロダクトが先行して <laughs> でそのそれが認知が高まっていくとその後にあの プロダクトは人を呼び込んできてくれるので、まあ、その後、なんかサービス業が成り立っていくというか、なんかそういう展開が、なんか一つ、僕はなんか処方箋になるのかなっていうふうに思ってます。なんか、なので、ちょっとなんかものづくりやりたいなとか、なんかプロダクトをこう広めたいなみたいな人たちは、まあ、間違いなく、なんかど、中央で起業するより、ローカルで起業した方が有利なので、 なんかまあそういうことを持ってる人はなんかまずローカル企業をやっていけばいいかな。ローカル企業を向いてるんじゃないかなっていうのはすごい思ってますね。で、まあ、そういう人と一緒になんかじゃあ飲食店やりたいとかあのホテルやりたいみたいな夢の人はなんかそういうプロダクトを持ってる人と組んでやるとなんかよりうまくいくのかなっていうのを思ってるので。 なんかなんかそういう視点をなんか今日は伝えられたらなと思います。はい。はい。おかずみさんもありがとうございます。はい。じゃこの以上で一旦トークの時間終わりにできればと思います。佐藤さん、おかずみさん、今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。じゃあですね、えっと、参加者皆さん、えっと、もう少々お付き合いください。えっと、僕の方からいくつか最後ご案内して、え今日のイベントを。 締めにしはい、はいまずですね、本日のイベントのアンケートのお願いをさせてください。えー、とても簡単なアンケートになります。でこちら、皆さんにいただいた声をですね、えー、今回トークイベントはこれで終わりになってしまいますけども、えー、またあのスクールだったりとか、まあ、ツアーだったりとか、えー、コミュニティ活動だったりとか、まあ、さまざまな、えー コンテンツはこれからもどんどん待っておりますので、そ,そちらの活動にどんどん生かしていくためにも、ぜひ皆さんの声をいただけると嬉しいなというふうに思っております。今ですね、チャットの方でも、えっと、URL を共有させていただきましたので、ぜひこちらから皆さん、あの今日の感想をいただけると嬉しいなというふうに思っております。はい。じゃあ、ちょっと皆さん、回答いただいている中ですが、ちょっとご案内を進めさせていただければと思います。 はいでこちらですね、えっと、福島の12市町村のえ企業支援金というものがございます。でちょっと今年度はです、ね、えっと、一旦締め切りになってしまいますけれども、来年度以降もこちら継続する予定でございますので、ぜひこちらの利用の検討をお願いできれば嬉しいなというふうに思っております。はいでこちらですね えー、この企業支援金の申請のサポートをする出来しますよという窓口もご用意しておりますので、えー、ちょっと相談してみたいなという方がいたら、ぜひこちらの窓口に、えー、一度ご相談いただけるといいのかなというふうに思っております。はい、でまたですね、こういった海洋企業にかかわらず、えー、と移住の支援金という方もご準備しておりますので、こちらの利用も検討いただけると嬉しいなというふうに思います。 はい、でただ、ですね、一度は行ってみたいよという方へ向けたえこちらの補助金って、交通費の補助金ですね、というのがございますので、こちらの利用も合わせて検討いただけると嬉しいなというふうに思っております。はい、でこういった今ご案内したものに関しては、こちらの、えー、未来ワーク福島のページの方にまとまっておりますので、ぜひこちらのページを、えー、ご参考いただけると嬉しいなというふうに思っております。はい でですね、ちょっと僕は何度もスクールスクールと言っちゃっておりますけどもこちらのです、ね、ローカル会合の企業スクールというものを、まあ、現在参加者を募集しております。でこち30名限定の ものになっておりまして、まあ、今回のトークイベントはどっちかというと、その、まあ、実践者の皆さんの話を受けて、まあ、よりそのインプットメインっていう場になっていったと思いますけども、よりそのアウトプットに目を向けた学び、具体的な学びを積んでいくっていう場所として、スクールを、えー、これから始まっていく予定でございます。で10月18日から12月20日の期間で全6回で開催をしていきますで。これに関しては、えっと、単発受講というのは、 でできなくてですね全6回の受講というようになっておりますので、ぜひこちら、えっと、興味ある方は、今、いられるの方も、チャットの方に貼らせていただきましたので、こちらから詳細をご確認ください。あこちらも参加費も無料になっております。 またですね、えっと、このスタディツアー、福島の十二市町村に行ってスタディツアーしますよっていうものもご準備しております。こちら全2回あります。10月の28、29、で、11月の25、26の第全部2回あります。で、こちらですね、企業編の方で佐藤さんにお会いできるんですかね。 方に行かせていただく予定だったりもするので、ぜひ今日の話を聞いて、佐藤さんにも会いたいなという方がいたら、こちら、利用の検討もお願いできればと思います。でこちら参加費5000円と今、記載があると思うんですけども、この参加費5000円の中には、交通費と宿泊費等も入っていて、5000円なので、とてもお得なツアーとなっておりますので、ぜひ、えー、この福島で、福島に対して、ちょっとすげえ興味持ったよという方がいたら、ぜひこちらのツアーですね、ご参加いただけると嬉しいなというふうに思っております。はい。 またです、ね、このスラックコミュニティも随時活動しておりますので、より今回のです、ね、ローカル開業企業の学びを深めたいだったりとか、同じような学びを受けている方とつながって交流したいという方だたりとか、まあ、そういった方のニーズとしては、このコミュニティがすごい合うんじゃないかなというふうには思いますので、こちらの参加もぜひご利用いただけると嬉しいなというふうに思っております。はい。で、こちらの、えっと、参加も無料となっておりますので、ぜひ興味ある方、ぜひ参加してほしいですし、これまでのローカル開業企業のクロストークの アーカイブもこちらのコミュニティの中でシェアされておりますので、ぜひそちらのアーカイブ見たいよという方がいたら、コミュニティの参加も検討いただけると嬉しいなというふうに思います。はい、ということで、えっと、本日のイベント、これで終わりにしていければと思います。 はい、皆さん、おすくまでありがとうございました。えっと、このあとですね、えー、22時までゆるりと、えっと、交流する時間を取っていければと思いますので、残れる方、もう少し、えー、交流したいな、しゃべりたいなという方がいたら、ぜひこのまま、ズームに残っていただけると幸いです。はい。本日はさん、本当にがとうはありがとうございました。ありがとうございました。